はいどうも、ルリタマです。さて今回は情報修正後のキュリオスとなります。だけで何が強くなったのかと、まずは機動力上昇、嬉しいね。モビルスーツ時の機動力上昇ね。でメイン射撃の連射数増加、12から14連射に増加、合わせて弾数が60発から70発に増えたと。でダメージを120から137ダメージ増加と。これはね強いね。2000コストでそこそこいいマシンガンの性能してるのを14連射というわけで、これはまあいいんじゃねえのって、結構強いんじゃないんでしょうかねって言った感じで、サブのミサイル片手で撃つやつの発生大幅に早くしました。これはね革命これは革命です。で合わせて照準の性能と弾速を再調整。ここはどうなんだろう、ここは強くなってんのかな、再調整っていうあれだと分かんないよね。でそうダウンチのなりやすさとかが、あとダメージも変わった、ダメージの伸びやすさ、ダウンチの低下って感じかな。ダメージがねフルヒット146から81に低下した。で浮き上がってたのが強よろけかなになって、でダウン値がねサブフルヒット、サブフルヒット N サブ N サブでもダウンしないくらいだった気がする。で N サブから当てたらマシンガン出し切ってダウンくらいのダウン値かな。ビームライフル一発分くらいかな、ミサイル全部当たってなんかそんな感じな気がする。ダウン値的にはこれがねめちゃくちゃ強いのよ。てか今までのサブがマジでポンコツすぎメインの追撃では当たらねえ、着地に撃とうとしても発生遅すぎ、マシンガンのおまけで撃って当たったら嬉しいねミサイルだったのが、今もうメインのよろけ見てバーって撃ってもまあ当たるし、相手の着地見てダーって撃つのもやりやすい、しかもちゃんと誘導とかもするから、その一発目が当たんなくても後続のやつが当たってよろけてしっかりもう一回サブで追撃やって、でマシンガンでダウン取るってことができるのよ。これはね革命革命です。 N サブめちゃくちゃ強い。であと下サブの弾速上げて誘導性能上げた、これもね強い、これもめちゃんこ強い。これがね多分気のせいなんだけど、発生はなんか N サブが速くなったおかげでなんか下サブなんか発生速くなってる気がする。多分ね、でもう修正内容欄に書いてないからもう気のせいなんだけど、あこれ下サブこれ強いのよ。このねサブ2種のミサイルはゲチだね、これマジで強い。サブとメインはマジで強いね。で N 特角1試合目でやってたかな、 N 特角で射撃バリアの展開が速くなった。で最終弾が受け身負荷ダウンになりました。なんでこれ最終弾受け身取れてたんだよって感じはするけどこれね最終弾受け身負荷になったおかげで、あがきで当てた後にでもまあ大丈夫になったよと。前までねあがいてやっとやった、 N 特角噛み合わせた、オバヒだ、核反だ、ドラーみたいなことが多分あったんだろうね。まあ、それがなくなった、そういう悲しいことがなくなった。あで今やったからお話ししましょう。変形サブ、変形サーブのね修正内容欄がめちゃくちゃ多いんすよ。技の移動量再調整、弾の発射数増加、敵に誘導切られるまで狙い直すように、弾速を上げた、誘導性能を見直し、ヒット時に敵機がよろけるようになった、ヒット時に敵機がダウン状態になりにくく、キャンセルの受付時間の見直し、めちゃくちゃ入った。何項目 ?1,2,3,4,5,6,7 7項目どんだけ欠陥があったんだって話なんだよこの武装はマジででもね欠陥まみれだったんだよ。手ぶれして当たりはしないわ本当に。変形中に弾避けるためだけの武装だったんだけど、弾もちゃんと強くなったよって感じで、キャンセル時間の見直しのおかげでちゃんとそのなんつーの折りやすくもなった。でさっきの試合でやってたけど、ちゃんと避けるようになったから、下がってメイン打ってちゃんとサブまで入れ込めればダウンは取れるし、そうじゃなくても避け継続みたいな感じで相手に攻めをそのやめさせるっていうのもできるようになった。今までねあれ多分当たってないんだよね、今までのさっきの試合の変形サブ、手がブレブレすぎて、こいつマシンガンがどっかバラ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 ってばらけてマジで避けすらしないポンコツマシンガンだったのがちゃんと当てるようになったと。で何の話したっけ、変形サブの話したでしょ。で特角の話して、レバー入れ特角ってどっかで当てた、あさっきの試合やってたのか。レバー入れ特角はねすり抜け判定なのかな、すり抜け判定が強くなって
追従性能上がって2段目が追加されました。レバー入れ特化は切り抜けてもう一回行くって感じでって感じかな。レバー入れ特化がまあ使いやすくなったのかなーっていった感じで、 N 格闘と横格闘は追従性能上げて、で格闘し合わせこの試合でやると思うんだけど、キャンセルが出しやすくなった。そう、キャンセル時間を、キャンセルの受付時間を見直して出しやすくなった。これね、めちゃくちゃ早く派生できるようになってるよね、多分。これがね、めちゃくちゃ使いやすいね。とりあえず格闘当てたら射精でいいんじゃねってくらいには、もうサクサクサクっていう派生できる感じの格闘になりましたよ、といった感じですかね、キリオス。まあ、なもんかな、修正内容的には。本当に見違える感じになったね、今まで変形してね。当たるか当たんねえかわかんねえ、この腰へこミサイルをね、ばらまいてた、あれがね、終わりまして、モビルスーツ状態でミサイル撃ったりなんだったり、あ、これが格闘射精。これね、マジで発生のタイミングめちゃくちゃ早いんだよね。横角当たった瞬間すぐ殴って蹴ってってやってくれるね。これめちゃくちゃ便利ね。まあ、3試合目触れてくんだけど、俺が大変なことになってるんだよね。俺がちょっと大変なことになっておりますけれども、変形やらないやらで逃げていきましょう。変形特化やってメインからマシンが、このね、これもね、ありがたいところよ。これでマジで恩恵だから。変形メインから、違う、変形メインじゃねえ。メインからマシンガンじゃねえ。サブのミサイル。あれがね、前まで絶対当たってねえから。大幅上昇のおかげだから。前までね、あの距離ね、追撃入んねえんだよ。終わってたでしょ。終わってるでしょ。N サブマジ早い。これ楽しいよな。勝者もらっちゃってプレッシャー避けれまして、一回下潜って先着地されたけど、N 特角から横角と当てて勝ちと。キュリオさん、ほんと見違えるようになったね。今までね、当たるか当たんねえか、わかんねえ、意味のわかんねえミサイル撃ってさ、当たってくんねえかなーって鼻ほじほじつって変形してたのが、ちゃんと自分で N サブでミサイルビエって当てれるようになって、ほんと幸せや。で、開けてラスト、相方がダブルオーカンタフルセイバー、相手がエクセリアとバスター。このメインも強いね。でも、これよ、メインでブルブルブルって打って、あ、着地見えた、 N サブだーって当てれるのよ。これ感動だから。今まで普通にふわーって避けられてるから。これ感動よな。下サブもいいね。生きてるね、あのミサイルね。これ強いのよ。で、ミサイル、あ、ごじゃしちゃった。変形ミサイル。このね、ミサイルほんと強い。あ、もうね、変形でね、なんか当たんなか、当たるか当たんないかのミサイル巻かないで、もうマシンガン撃ってしっかりサブと下サブを狙ってた方がいいキャラになったかな。バスターに N 特当てて相方とちょっと噛み合わなかったけど、相方の誤射からだから安いでしょう。エクセリアのメインでよろけさしてミサイルで取ってる。これが感動するんやな。メインパラパラ打って相手が下特射であがいたんで、メインから下サブ。下サブすごいね。ああいう当たり方するんだね。やっぱこのミサイルはマジゲチだよな。 CS から変形特化やってメインで済むなら安いでしょう。相方がバスター落としてくれて、エクセリア覚醒技はなんとかしまして二人で落としててと。相手どっちも落とせてっていい感じっすね。俺はこれ以上減らないようにしましょう。299、いい感じの体力が残せてると。相方落ちてきて720、体力調整的にはいい感じかな。相方覚醒いい。エクセリアもメインからサブで取ってっていいね。このメインサブ当たるだけでもなんか感動するんだよね。覚醒吐いてレバとか当たるけど、レオス2のアシストに邪魔されまして、覚醒中どっかにワンタッチしたいけど、メインからアシストなんやらやってレバトク当てて、レバトクやるけど当たらない。下派生やるけど覚醒技、これ下派生出し切ってたらダウンしてんのかな。覚醒中って出し切れてダウンするのかな。出し切ってればよかったね。キャンセルしちゃった。あ、ここガバここガバーナ。相方388で覚醒ない。200くらい減ったら溜まりそうだけど、相方そこまで待つかどうするかちょっと難しいところだね。俺が、うわ、危ねえ。俺が減っちゃうと死んじゃうんで、ここもう自分で浮いちゃったから、もうちょっと決めに行こうかなといった感じで動いてるけど、ちょっとガバですね、これ。とりあえず、シルビア吐かせることに成功して、相方がバスター落としてくれて、エクセリアとダブロだけど、どうすかね。ここは二人ともオバヒアガキっぽくなって、変形 CS から特殊変形サブ。これも変形サブ絶対恩恵。変形サブ前まであったら絶対これ当たってない。マジでブリ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 って、手震えるんだよ。ブリ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 ってやってたから、絶対当たってない。これマジで恩恵だと思う。というわけでキュリオスでした。弾がマジでまともになった。
てか、これがね、本来あるべき普通の姿なのかもしんない。ミサイルマジ強い。N サブ、下サブガチで強い。で、メインも強い。で、変形サブもやっとまともになった。7項目だよ、7項目。7項目も修正されてやっと普通だよ。まあでも多分強いんだよな、これ。ちょっと上に浮き上がっちゃうな。ちょっとなんか使いにくいところもあるかなと思うけど、相手の迎撃、なんか迎撃で使うときにはめちゃくちゃ便利だから。これね、キュリオス、やれる子になったんじゃない？今までね、散々ポコチンポコチン言われてきたけど、これでやっと、弾マジでいい感じなんだよな。悪くねえんだよな、キュリオス。まあなんか俺、次元強化でもつけて、なんかそっち寄りにするのかなって思ったけど、弾強くなったね。いいね。まあ次元強化とかあったら面白かったんだけどな、なんか、ハレリア、アレリア？ん？アレリア？アレリア？どちら？どっちかわかんなくなっちゃったけど、暴走モード、徴兵モードみたいになってさ、徴兵モードで強化入ってさ、レバー特化やるみたいな、そういう強化入んのかなーと思ったけど、ちゃんとバランスよく、なんか、ちゃんと弾が強くなったって感じの強化だね。いいんじゃねえか、キリオス。俺は好きだぞ。乗りてえな。というわけでよかったら、チャンネル登録と高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。